実はまだまだ、ありますんで、どんどん開封していきましょう。ちょっと一個一個のボリュームがすごいね。いや、そうね。いつ全部開封しきれるだろう。奈良子さん、オリパ入ってますとのことなんで、まずはこれ見ていきます。はい、あら、かわいい。ピカチュウの、よいしょ、スリーブが入ってますね。これ、オリパ、なんだろうね。視聴者さんが作ったオリパってことなのかな。それとも、お店のオリパなのか。自分で作ったオリパなのか、ね、買ってきたオリパだとしたら結構厳重なというか、あ、でもなんか、あ、違う、これ多分ね、作ってくれてんじゃない。ヌースケ先輩と奈々子さんみたいで可愛いですってコメントあるから、俺と先輩みたいなやつってなんだろうね。キワワとかかな。あんたキワワじゃないでしょ。いやいや、キワワってさ、マタドガスじゃん。誰がマタドガスとペトペトンか、あのマタドガスのあの大きい方とちっちゃい方みたいな。あー、スターランド下っ端じゃん。確かに。スターランってあれだっけ。バイオレット、スカーレットに出てくるし、確かに俺と先輩下っ端感あるから。いや、下っ端ないよ。ビッグボス目指させてよ、榊とかさ。なるほどね。じゃあ他は、この辺は、あ、丸役で、あ、懐かしい。 おい、全部丸役でやんけよ。すごいね。しかも全部ちゃんと違うやつ、別々の丸役で、丸役でオリパ。丸役でそんな使ってたの？丸役ではね、いや、俺じゃなくて、あの、高田健さんがすごい、あの、よく集めてたね。あ、そうなんだ。じゃ、これはなんだ？これもなんかすっと。あ、あ、お、リザードン。リザードンじゃん。スペシャルアートレアのリザードン V スター、マジで？ありがとうございます。これめちゃめちゃいいよ。超いい。トイキャッチャーとツールスクラッパーはね、これがね、もう今ね、レギュレーションがね、もういよいよ E レギュがね、終了するっていうので、ちょっと使えなくはなっちゃうんですけども。いつの、あの、差し入れかわかんないけど、早めに開封しておけばみたいな。いやいや、まあでも、いずれね、グッズは復活すること多いからね。はい、じゃあこれも見ていきましょう。これ別の人？別の人かな、うん、本当に振りではなく、いいカード入ってるんで、気楽に開けてくださいということで、じゃあ気楽に開けますか。じゃあ、ハサミでジョキジョキやるか、おい。気持ちが嬉しいんだから、こういうのは。じゃあ見ていきましょう。はい。はい、え、見たこと、見たことないぞ、これ。外国ね。キューラ、え、違う。キューキューじゃないよ。え、外国のかも。外国のやつかな。文字が一文字もないのある。ね、東エネルギーの。なんだろうね。ちょっとトリッピーに聞いてみよう。これ私だりですね。あ、本当に。いや、でも、なんだろう。いや、でも海外のやつかな。あ、やっぱ海外のだ。英語バージョンってこと？うん。あれ、でもこの子の名前鈴名じゃなかったっけ？海外だとその鈴名じゃなくて、ちゃんとあの英語の別が当てられてんじゃん。へえ、そうなんだ。キャンディスって名前になってる。いや、わかんない。なんで向こうもやっぱでも植物の名前になってるのかね、その。いやー、そう、俺もね、ちょっと海外のカードも集めたさはあるっちゃあるんだよな。いや、もうそこまで手出したら、いや、そうなの、そこまで手出したらもうキリがないな、分かってるんだ。もう言わないで、そんなこと。分かって、俺が一番分かってるんだから。これはなんだ、これまた別の方かも。よいしょ、ちょっと回復していきますね。みちみち。なんかメッセージはないの？うん、これはとか、おー、すごい。これ何？これ結構本当キューラというか昔のやつじゃない？ああ、絵の割合が違う。赤いギャラドス、はいはい、ミュウツー、勝利のメダル、アルセウス。アルセウス、それなんかオリジナルアートかな。かっこいいね。普通じゃない。いや、俺やっぱこれぐらいの時代のカード本当にわかんないです。これはね、鳥使いとボール貝はね、アイゴリとトリッピーが大好きだから、そのやつだと思うけど、この辺の全くわかんないな。七子が始める前ぐらいの。いや、前、もっと前、ずっと前だと思うよ。キューラではないよね、でもね。あ、でもこれ全部プロモカードなんだ。へえ。そう、ありがとうございます。貴重なものをいただきました。プロモカードはね、なんか一回逃しちゃうとなかなかね。ね、手に入らないから。よし。あとこの、ね、ロウェイの。ロウェイ、ね。ロウェイ。ロウェイの中に入ってるやつ。あ、これ。スラムダンクエマにかざしてるオリパじゃん。これもエマ直当てだよ、これ。これがスラムダンクエマと俺のエマとでどっちが勝つかってことだよな。これはじゃあ別と俺のエマと勝負させるか。これはそうだな。これはちょっと寝かしといて、うちの俺の持ってきたエマとバトらせよう。ああ、いいね。じゃあ寝かせ時間がね、まだちょっと。そうね、熟成すればするほど良くなるから。エマってそういうもんな。これはなんだろう、ポケカ折り飾り中。なんかヒントとか入ってる。なんだこれね、ここから来ました。これどこ？わあ、これ、ヒント、東の形だよね。東日本、わかる？ちょっと待って、とりあえず今東日本が見えたから、うん、
え、これ向き変えてる？わかんない。栃木？東北のやつを横にしてる気するな。県の愛称見ちゃおうか、うん、ヒント2。県の愛称は3位の国じゃん。あ、埼玉か。ヒント3、ご近所さん、東京都と接してます。おうおう、答えは埼玉。あの埼玉が出てくるじゃん。おにぎり、おにぎりわっしょ、おにぎり埼玉わっしょ、埼玉わしょいするなら今のうちってこと。もう通じるやついねえって。七子さん、オリカ、オリカ、オリパじゃなくて、あ、カーショップ繁盛のボール街オリパ。うわ懐かしい、やってたやってた、繁盛のボール街オリパって、ボール街が当たると成功する。なんかね、ボール街のね、なんかそのカードが入ってて、なんかそれでね、うん、当たりかどうかの演出が凝ってるとかのやつじゃなかったっけな、ちょっと買ったことあるのこれ。いや、俺買ったことはなかったからね。じゃあちょうどいいじゃん、わざわざ。あ、スーパーボール街だ。あ、ってことは結構いいってこと。どうだろう、モンスターボールがいいのかな。おお、いいじゃないですか。 SAR ダマゼンタのスペシャルアドレア。なるほどね、こういう感じで、うん、なんかハイパーボールガイなのか、スーパーボールガイなのか。あ、じゃあマスターボールガイとか、マスターボールガイもいるんじゃない。すごい、結構ちょっと開けるの大変だから先頭まで出ちゃって。あー、ほら、これモンスターボールガイだ。モンスターボールガイってことは、なるほどね、 SR のビクティニ V になると。これさ、俺ちょっと全然開けられなかったけど、すごいこと気づいたんだけど。何？この角のボール街のイラスト、うん、これマジ全部手書きです。カードショップ繁盛の手の凝りよう、繁盛のこのやっぱあったかみが違えもんな。か、その繁盛さんがあの従業員の方に、あの、まあ、繁盛は書いてないんじゃないかな。あー、これもモンスターボールだ。ーモンスターボールということはドグロック。あー、俺でもモンスターボールだ。モンスターボール街、あ、モンスターボール街、こちらはドラピオン V。 ーいやだ、まあ、でも SR だからね、全然すごい嬉しいです。でこっちがオリカってことは、特に順序はありませんが、この面から見て裏裏表で入ってます。ちょっと一回試してみるか。オリカってこと何、作ってくれたってことなのかな。これでも裏表紙は、裏面はなんか本物っぽいけど、こちらは、あー、お、七子お嬢様じゃん。お、すごい、これめっちゃかわいいね。どうやって作ってんの、七子 V スターとかバオッキーのね、パロディというか。これ友達とプレイするときにしれっと出したらいい。ワンチャンバレへんなこれな。このクオリティだったらバレないでしょ。これ出してトリッピーにバレるかどうかやってみようかな。いや、これいいわ。モノマネ七子もね、モノマネ娘ってのがあるんですよ。で、七子 V スターは、火の玉フィーバーは多分バオッキーと同じだな。で、V スターパワーのシガノスター、シガノスター、自分のチャンネルにある動画の数かける75ダメージをめちゃめちゃ与えるぞこれ。ちなみに今で言うと何ダメージぐらい、わかんない。え、なんだろうね、7万5000ダメージぐらい与えるんじゃない。オーバーキルすぎるって、わかんない、出してみたいな。確かに遊戯王だとプレイヤーにとんでもねえダメージ与えるんじゃない。あ、でもダメだ、7個 V から進化ってあるから、7個 V を出さないと進化できない。7個 V ないのか。7個 V がないからな。そうか、ちょっとうまく出せる方法ない、考えてみるわ。これはいいですね、カードでね。で、あとはオリカ関連のおまけ。いや、すごい技術力 ね、 ね、すごい、そんなのできるんだ。これは、あ、あ、え、モノマネ娘、え、あ、おー、おー、おー、なるほどね、ちゃんと、すごい、おまけじゃすまんぞ、ね、これおまけじゃすまんって。あれ、お嬢様ってなんか出て喜んでたよ。いや、全然、もう超レアよ、これ。おー、すいません、あれ、あとクオリティ高いな。すごいね。これなんかすごいね。すごいね。あの、ただのトレースじゃないよね。結構ちゃんと、あの、だって鼻のところとか別にないもん。前髪も変えてるよね、それ。ほんまや。もっとポケが贋作師になれるんじゃない。いやいや、さ、あんまあれだな。不安だな、その能力を持つもの。羽田空港のポケカ自販機で買った4パックと開封してみたいけど中身はいらないと友人がくれた2枚とカードショップで買ったボール面オリパー2枚です。おー、あー、いいね、輝く水曜ニューラー。あと、それすごい、ひなつ、あ、ひなつの HR ね、いいですね。あれ、ダークファンタズマ、はい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 、ありがとうございます。これはね、俺何度か開封してる、ダークファンタズマ。あと、これはボール面オリパーとのこと。ボール外オリパーってやっちゃうとちょっとあれなのかな。あ、なるほどね、そうなんだ。おい、あー、モンスターボールガイでドクロッグ。こちらもモンスターボールガイガイドラピオン V スター、ありがとうございます。モンスターボール面は大体同じ、そのドラピオンかドクロッグが出るってことね。そうだね、やっぱスーパーボールガイが出たの
かなりのラッキーだった。ああ、そうだね。これはなんじゃいな。さすがだぞ、ビワチャプとカレーの相性バッチリ分かっているんだな。ああ、これケンタテのやつでしょ。そうね、なんか目にモザイク入れられてるけどね。なんかケースがすげえガチガチだ。これもすごいね、7個のスパイスカレー。それもオリジナルカードか。このカードはプレイヤーが7個スタジアムが牛すじカレーやモグラの時にしか使えない。使えんだよこれ。はいはい。でこっちはあヌクレマイスパイスカレー。もうカレーやモグラの宣伝しすぎやろ俺ら。おいおい、お久しぶりに出てきたぞこれ。メグリズム来たよ。でもなんかそれも後ろに逆にメグリズムに隠してなんかカードっぽいのが。メグリズムに隠してめ、違う裏それはさすがにマジっすじゃん。メグリズム。なんだそれそれ。なんだこれ、メグリズム許すしかないですねって。いや俺メグリズムなんかもそんな許さんとない。バオッキー。かわいい。俺これ好きなんだよ、このチーカーバオッキー。これわかる、チーカーの長野先生が書いてるやつなんだよ。コラボというかね。そう、そこれはね、俺いや結構実は嬉しい、好きなんだよねこれ。ありがとうございます。輝き方と違くね、さっきのと。しょうがねえな、許すしかねえな。輝き方さっきと違う、本当に。ちょっと待って見てみるわ。いやそっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。本物の方本物っていう。確かに、確かに反射加工が違う。ほんまや、こんなんあんのか。キラキラの加工が違うね。うん、モンスターボールのね、刻印が違うのは。あ、そうあ、それはね、刻印があるんだ。あ、これ、あ、みんなボールメンオリバー買ってきてくれてんだこれ。タイミングがあったのかな。あ、出た、スーパーボールガイだ。スーパーボールガイってことは、おい、来たゼロオラ V スターザースペシャルアトレアスね。いいね。よいしょ、これもハンジョのところのオリバーだって。あ、そうなんだ。よいしょ、でもボールメンじゃないやつね。スコビラン、あ、アートレアか。はいはいはい。でこっちが、あ、コロトック、これもアートレアですね。あ、コロトック好きなの？あ、なんかあの限定パックみたいなやつの表紙に載ってた。ああ、そうだったね確か。よく覚えてる。でも出なかったね。やっぱ虫好きだからな。いやそんなに。いやきちいな。何照れなのそれ。オリパ自作に使えそうなの入れときました。ああ、これは自作オリパなんだ。なのかな、使えるやつとのこと。ちょっと見てみようかな。ああ、菜種の活気。ああ、確かに使える、それ何枚も持ってても。うん、これはね、あのレギュレーションがまだ F なんで、あのこれからも使えますね。草タイプのポケモンのデッキにするんだったら絶対必要になるカードですね。はいはい、ハイパーボールもまだ全然使える。ありがとうございます。ハイパーボールなんか俺もオレンジに何枚もあんのに俺買っちゃうんだよね、カードショップで見つからなくて。あ、ウミディグだね。これも使えるんだけど。これはまあ水デッキだったら。そうね、使うかどうかはデッキ次第だけど。まあでもウミディグダ EX が確か出るんじゃなかったっけな。めっちゃ先を見越して送ってくる。そうそうそう、診断で確かね、ウミトリオ EX が出るはずだから、ウミディグダ進化前で必要なはずなんだよな。おー、はいはいはい、わざましいの闇討ちね。これ意外とまだ使い道が俺まだ分かってないんだけど、でもまあ何かのタイミングで使えるようになるかもしれないから取っておきましょう。ありがとうございます。ポケカをやってる人のね、あのオリカの組み方ですね。ありがとうございます。うわ、ちょっと待って、ガチンコのショップで入手してきた1万円オリパ2枚分とのことです。おお、いや、おおって、これすごいよこれ。1万円オリパ2枚分、この時ここで買ってきたよっていうの。ちゃんと画像、あ、すごいねこれ。ちゃんと写真撮ってきて、それも印刷して。うわ、これめちゃめちゃ欲しい。丸飲みされたピカチュウ、ううに丸飲みされてるピカチュウがあってね、これめちゃめちゃ欲しい。あ、そうか、これが当たるかもしれない。そうね、30口だからワンチャンあるんじゃないか。でセレナもね、当然熱いし、ピカゼクなんか出た日には激アツだけどね。どれも持ってない感じ。あ、持ってない。おー、いや、丸飲みピカチュウと、このスペシャル、このね、10枚パックからしか出てこないっていうね、ちょっとレアなピカチュウがあってね。これが出てくるとすげえ嬉しいけど、どうだろう。未開封だから、本当にこれ送ってくれた人もまだわかんないの。わかんない。では開けていきます。おう、張り、あ、え、うわ、トップレアです。トップレアです。やば。あ、超大当たり、打ち当たった。え、すごっ。
すごっ。これ持ってないやつ。ピカセクね、持ってたかな。いや、持ってないかも。いきなり UR は俺なかったかもしんない。すごっ。やばっ、ね、もう一泊あるんですよ。あ、まだあるんだ。いや、半端じゃないですよ。1万円オリパのトップレアですから。ちょっとなんかできすぎてない、これ入れてくれたんじゃないの。全部買って、全部買った後に、これたこれた。でもそれはもうこれもう一個のやつで判明しますよ。おお、これちょっとどこのやつか教えてもらえ。行った方がいいって。ここのできすぎちょる、これやっぱちょっと男性臭い。いや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 、これすごいよ。シングルで買って入れてくれたんじゃないの。この視聴者さん、ビアチャペエマ買ってます。わー、それのおかげ。この視聴者さん、ビアチャペエマ買ってます。2枚ともこれだから当たり枠ぶち抜きらしい。1個はトップレアだし言ってるね。そんなのそのガチャガチャでよくあることじゃないんですよ。いや、ないないない。だって30分の、あ、まあだからここに当たり枠が30分の、まあ、10だから、まあ要するに、まあ、3分の1ですよ。当たるっていうか、この中のね、ーカード引くのは、うん、その中のまた1だから、超幸運の持ち主が。この人視聴者さんに言うと思うんだよね。7個にあげなきゃよかった。なんでそんなこと自分のものにしちゃって。いやいやいや、そういうもったいない運をあげちゃって、このワクワクも込みで、うん、差し入れしてくれたってことなんじゃない。ありがとうございます。あ、待って、またこれは差し入れで、しかもまた違う、チーカーバオッキー、キラキラ違うね。うん、俺もしか知らなかったけど、バオッキーって全部そういうコレクションバラバラのカラーになるってこと。すごいな、これほんまや。俺これ知らんかった。これすごいなぁ。あれ、これ一撃ウーラを押す。え、これスリーブがそうとかってわけじゃないよな。さすがにないんじゃん。あ、ああ、あ、あ、これあのスリーブがキラキラしてじゃん。え、さっきのやつはさすがにどう。いや、そうなんじゃない。だから全部スリーブがキラキラしてるんじゃない。もうここ、あ、いいね、テールな、サイト、うわ、いいじゃん。この、うわ、この辺ももうね、レアですよ。ありがとうございます。CHR のテールナーとかね、モココとか人気高いんですよ。斉藤もありがとうございます。かわいい。スリーブのキラキラにちょっと今言っちゃって話入ってこなかった。俺チーカーバオッキーすごい好きなんだよねって言ったら、みんな気づき覚えてくれたんだな。うん、ビアチャプオリパ、お、名前の通りでこれ以上でも以下でもありません。見る順もおのずとわかるよ。なんだこの俺を試すかのような。わかるってなんだろう。いや、さ、わかるわ。そう、おのずとわかるよじゃないの。ビはこちやぷちやぷぶらざあず、めちゃめちゃあんな。それ以上でもそれ以下でもないっていうのはどういう意味。ちょっと一回整理しますか。あ、じゃあちょっとスペースが取れたんで、はい、引き続き開封していきます。じゃあ見よう。ビワコチャプチャプのビバシャーモはモトトカゲ、コライロン、チ輝く電磁虫、いや、イニシャルになってるわけではないの。にゃお、あ、わかった、そういうことか。え、なに、あ、まだわかんない。プリン、あー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 あ、ダメージボンプ、スリーブにさ、穴が開いてんだよ。チパチリス、あ、なるほどね、これおもろ、気づかなかった。いや、やろうてな。ちっちゃいプ、下の方だな、技かな。あ、プロテクターじゃん。あ、ウェルカモの、あ、スプラッシュね。ブ、これなんだろう、ブ緑系、いや違うな、なんだろう。あ、マスカネイユ、ブーケマジックか、はい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 、あ、面白い。ラ、ついでいいね。ラ、なんだ、ミライドンの、あー、フォトンブラスターね。いや、もうわからんわからん。このクイズは相当難易度高いけどな。ガラルフリーザー V じゃない、ザーは。おお、キリギザじゃない。いつのこれ、エムレックザ EX だと。俺知らん、これすごいね、なんかすごいね、これレアじゃない。あ、違う違う、25周年の記念のやつか。あー、なるほどね。あ、でもこれなんかあれだよね、1枚入ってて当たるか当たらない。ザー、おお、マスカネ EX の UR じゃん。ってことはこれズーが一番価値の高いやつなんじゃないってことは。なんだ、あ、どんどん上がってってる。うん、あ、待って、トレーナーズだ、トレーナーズカード。トレーナーズのビアコチャプチャブラザー、あー、カエデお姉さんじゃん。ありがとうございます。いや、これ面白いね。ここしかも結構切り抜くの大変だったと思う。結構むずいよ、だって、ね、
カッターだね。いやマジで当てながらこれ大変やぞ。あのカードよく見ると、あの結構カッターでいかれてんじゃないの、あのカードの本体。いやそうだよな。いやいや、カードを、いや当てながら嫌いやろカッターで。じゃないとでもこんなね成功にすごいね。ありがとうございます。いやこれはこのスリーブのまま入れておいた方が面白いな、ね、これ入れるの間違えたら全く別の名前文字になっちゃうもんな。これすごい可愛い、ありがとうございます。ね、まだまだあります。はい、これはかわいい、なんだろう、よいしょ、あーへー、封印石シリーズね、ありがたい。これはね、まだまだ F レギュで活躍してくれるし、それぞれあってね、いいものなんで、特に森の封印石はマジで使い勝手いいから。あ、そうなんだ、ありがたいことですね。デッキにも入りやすそう。うん、お、3000円オリパと2000円オリパ、オリパ当たれー、7個に託すパターンだっていうことですね。ゴージャスボールオリパとポケカクジ、あーはいはい、フル、じゃあカードラボか、カードラボさんのやつね。うーん、よし、ちょっとじゃあ開けてみよう。エマかざすのもありだけどな、今から。まあでもちょっともう間に合わねえか。あれ結構ね、3日2晩かざさないと効果ないからな。つけ焼きばすぎる。こっちはどっちだ、2000オリパの方かな、見てみましょう。はいはい、ストリンダーと、あーブランシェね、あーポケモン GO のやつだ。あ、知ってる。うん、俺ブランシェチームに入ってるから。何チームって、あいつチーム分けしてんの。あ、ポケモン GO はみんなで徒党組んで、うん、なんていうか仲間意識高めて、うん、海外的になるゲーム。あ、そうなんだ、俺ポケモン GO だけは全く分かんねえからな。ポケモン GO だけは結構分かんねえな。俺これがミュウツーで、これがあフライゴン GO。 あーってことはこっちは違うのかな、スパーク。ーこれはポケモン GO、あ、それはあのイエローチーム、ね、あ、こいつも都道組んでんの、うん、あ、なるほどね。いや、ポケモン GO だけは詳しいんだよ。あともう一個、これもあった、はい、ハイパーボールオリパ。おー、ボールが違うね。これもゴージャスボールとどっちがあれなのかわかんない。ハイパーボールはでも結構強いんじゃない、ボールの中ではね。ね、これがラブラトス VVV、 待って、 VVVV、 V マックス、おー、いいじゃん、V スター、 VVVV、 これどっちだ、いいのかよくないかわかんない、どっちだ、あったなこの形式のオリパ、口と V スターで多分これだと思う、最後のやつが、せーのドン、あ、なるほどね、全部 V のパターンのやつね。うーん、まあまあなるほど、あ、まあまあなるほど、まあこれはね、うん、そうね、多分当たり枠ではないけど、でもいいんですよ、 V なんかいくらあってもいいんだから。はい、これもお手紙とポケカで、うん、あ、ダークファンタズマパックでいただきましたね、ありがとうございます。そう、結構パックもねもらってる、あとシールもいただきました。あ、いいじゃん、それしてるか。で、こちらが、あ、お手紙とあります。トリッピーさんきっかけでポケカの動画を見させていただいてますと。うん、で、緑系を集めてみました。あ、じゃあこれはオリジナルので集めてくれたのかな。 2×5 枚セットで10枚入ってますとのことです。2×5、ありがとうございます。ちょっと緑系とニャオハとかかな。あ、草エネね。おー、しかも光る草エネじゃん。草エネ2枚セットってことは下も草エネなの。あ、違う、あー、フライゴン GX じゃん。え、これがこれも草エネで、下がなので下に何が入ってるか、あ、え、セレビーと不思議バラのやつだ。これね、いつ頃のやつ、タッグチームのやつだね。でもさっきのね、ピカチュウゼクロンもタッグチームのカードなんだよね。はいはいはい、アローラなし、エネルギーと大体ポケモン、あ、最後で、タマンチュラと、あ、ネストボール、で最後 V ガードエネルギーとビリジオン V。 なるほどね、緑系ってことか。ありがとうございます。そう、奈良子さんといえば緑だからね。緑オリパ、緑オリパいただきました、ありがとうございます。いつもあなたの暮らしに微笑みを、チャンネル登録よろしくお願いします。